中国移動は中華人民共和国の移動体通信事業者である。携帯電話の契約者数が7億6000万人を超える世界最大の携帯電話事業者である。2000年には中国有電電信総局が固定通信事業と移動体通信事業の2社に分割が決まり、それぞれ固定通信事業は新、中国電信、移動体通信は中国移動となった。 1997年に香港証券取引所に上場。また、ニューヨーク証券取引所にも上場。現在の従業員数は約12万人。社長は王建中。英文社名は China Mobile Communications Corporation。一部ボーダフォンが資本参加している。2010年現在、GSM 方式と TDSCDMA 方式のサービスを 全国展開している。2008年4月から第三世代携帯電話のテストが中国8都市で中国独自の TDS-CDMA 方式を使って始めたがテスト状況を伝える報道は少ない。また2008年5月には第三世代移動通信システムの実施を目前にして3つの通信メガグループに集約する業界の再々編成で 中国鉄通を併合することが先頭を切って発表されている。2008年8月開催の北京オリンピックのローカルスポンサーとなっている。ありがとうございます。